初めて会った人たちと一人で思い悩んでたこととかをシェアして、で、あ、割とみんなも同じようにいろんなことを思い悩んでるんだなっていうのをこう理解するきっかけとなったのがすごい良かったと思います。メッセージを聞いた後にみんなでシェアできるすごく必要な場所です。スモールグループの良さ、 Come together, know God and love God、 EC で会いましょう。今のところスモールグループとは互いに信じ合い、成長して、成長していき、恵みにしたグループです。いいですか。本当のキリストの愛を兄弟姉妹から学べる場所です。グループの人たちと意見を交換でき、交わりを深められる大切な場所です。神様のこと、また神様が自分になさっていることを知ることができるいい機会です。EC が終わった後でも祈り合える、つながれる姉妹兄弟ができることです。スモールグループのいいところは本当に心を開いて互いのために祈り合える仲間ができることです。ハレルヤ、一緒に感謝します。 EC16 スモールグループディレクターのリリントン香織です。 EC ではスモールグループというものがあります。少人数で時間を過ごし楽しみながら成長できる場所です。アクティビティやバイブスタイルに一緒に参加したり、そのメンバーで一日を理解したりします。お互いのことについて学んだり、神様にその日語られたことを分かち合う中で、与えられた兄弟姉妹と愛し合うことができる場所です。そして今年のスモールグループのテーマは感謝しよう、です。ありのままの自分で他人や神様と向き合うことには勇気がいるかもしれませんが、それを受け入れてくれる仲間、神様がいることを知り、その恵みをぜひ味わっていただきたいと思います。共に祈り、共に求め、共に笑い、共に学ぶ、そんなスモールグループ、今年神様が何をなされるのか楽しみですね。感謝します。